誰も考えつかないようなプレーすることによって、まあ、ディフェンスの対応はすごい遅れちゃうから、まあね、このオフェンスのね、一つアイデア出すね、これ遊び玉なんだよ。じゃあ、元プロサッカー選手の宮原拓です。今日は遊び玉を使って、まあ、いろんなアイデアがあると思うんだけど、サッカーってね、まあ、今日はちょっと遊び玉で、まあ、遊び心を、ね、使ったちょっとプレーっていうのを紹介していきたいと思うので、まあ、見てください。遊び玉なんですけど、よくね、イニエスタとかね、みんなね、日本 J リーグに来た時も、まあ、バルセロナでプレーしてる時も、まあ、スペイン代表でもプレーしてる時もそうなんだけど、イニエスタとかアイディアがある選手って最後のね、まあ、攻撃の最後のとこ、本当にちょっとした工夫をしてあげるだけでも、ディフェンスが読まれづらいプレーってするんだけど、イニエスタって例えば結構グラインダーでパス時もパス出す時も多いんだけど、ちょっとさ、こうやってボールを下から持ってこうやって浮かせて、あのディフェンスの頭を越えてパスさせるっていう、こともよくやるんですよ、ね、これってあのね、パス出す時って別に下だけじゃないと思う、僕は、ね、逆に、あ、上もあるなって、相手の頭上、ディフェンダーの頭上を越して味方に、まあ、最後のちょんって落とす、ディフェンスの裏に落とすパスっていうのも、これも、アイディアだと思います。ね、このちょっとした遊び心あるね、アイディアっていうのはやっぱすごい大事だと思うから、じゃあ今日はそうやってどうやって蹴るのかなっていうのを、まあ、みんなにね、詳しく教えていきます。こういうキックの蹴り方することによって君たちのね、プレーの幅が広がると思うんで、まあ必見ですよ、ね、アイディアある選手の方がどんどんいいプレーできるから、よく見ていてください。で、イニエスタの時もそうなんだけど、まあこれ頭浮かせるってことはちょっとさ、山なりだったり少し上に上がるふんわりとしたボールね、けどこれ蹴りません。イメージは持ち上げる、持ち上げるです。いいですか。で、ボールを浮かせる時ってやっぱり下ら辺を蹴った方がいいんだけど、これはボールを蹴らない、もう持ち上げる感じしたから、いい？で、今もやったように持ち上げる時に大事なのが、まずボールの下にこうやって入るっていうのは難しいから、まあ足とボールが最初に当たるとこっていうのを意識して、まあここだね、ここ当たるとこって意識してください。で、その時にこれを持ち上げるんだけど、下からグーって入るときにつま先を自分の方に向ける、いい？そうするとボールって持ち上がります。いいですか。つま先がそのままじゃないときは多分こうやってそのままこうやっていっちゃうから、今みたいに持ち上げないで、そのままつま先をまっすぐすると、今みたいにボールって前に進んでいくから、まずは持ち上げることを練習しましょう。こうやってボールの下入ってつま先を自分にやって、ボールを上に上げる、持ち上げる、つま先下やってボールを持ち上げる、いろんな持ち上げの角度あると思うけど、これをしっかり持ち上げられるようにしましょう。自分の上に持ち上げる、で、まあ、こうやってキャッチするのもいいでもいいし、これも練習になると思う。キャッチするのもいいし、これね、OK、これが十分にできたら、今度はじゃあイニエスタのパスも自分のところに持ち上げても別に相手怖くないから、ディフェンダーの頭の裏を超えるのが一番怖いんで、じゃあそういうことを意識して、次の練習は下から上に入って、今度は斜め前の方向にこうやってボールを、まあ持ち上げて蹴るっていうイメージじゃないね、これは持ち上げて押し出すっていうイメージの方が強いかな。蹴らないで持ち上げて押し出す角度も気をつけてください。ちょーっとこうやって持ち出す、落ち上げて、今みたいに持ち上げるっていう感覚が、今度は前にちょっとやるよ。さっきよりもつま先を自分の方に向けるんじゃなくて、ちょっと進む方向に返してあげるぐらい、 OK、 これがポイント。真下に入るっていうのは、そもそもね、もう地面にね、こうやってボールって平行にあって、じゃあちょっと浮いてる部分は分かる、ここの隙間、ここに自分の足を潜らせてあげて、で、そこからね、自分に持ちたいときはそれをつま先をね、必
かなりグッて自分の方向にやると自分の方に持ち上げるっていうことができるけど、さっき言ったようにこれはパスにしたいんだったらその持ち上げる角度をちょっと前にしてあげる、つま先をこっちだったのがこっちに戻してあげるだけでもパスになれると思うから、そのね、足首の使い方っていうのもこれがこの遊び玉を使えるか使えないかのね、すごいパス、最後の、キーポイントになってくるから、まあこれもね、イニエスタとかこれをちょっとドリブルしながらドリブルしながらジャンプしてすぐ出すから、もう結構タイミング分かんないんだよね。いきなりそんな上のパス出してくるっていう感じのねイメージになってくるから、まあほんとドリブルしながら、あ、横出すかなでも実は上なんだね、これいうのはディフェンスはこういうなんていうかな、誰も考えつかないようなプレーすることによって、まあディフェンスの対応はすごい遅れちゃうから、まあねこのオフェンスのね、一つアイデア出すね、これ遊び玉なんだよ本当にね、っていうのを、みんなね、試合中でも使えたらいいなと思ってます。ね、難しくない、これは本当に蹴るというよりも持ち上げるっていうイメージが強いから、まあみんなもねどんどんチャレンジしてみてください。これをまあ遊び玉チャレンジみたいなね、もう僕もねちょっとねイニエスタみたいにそのやつをやっていきたいと思います。何球でこの距離からだいたい4メートルのパスをカゴに入れる、チャレンジします。まあ、何球でできるかやっていきましょう、はい、3球目でできました。まあこんなもんだね。てかだけど実感してやっぱ思ったんですけど難しいっすね、けど、やっぱり最後の、なんていうかな、アイディアのとこ、ラストパスのとこで、かなりこれを、本当に正確に出さないと、やっぱね、ディフェンダーもゴール前でやっぱりね、ゴールされたくないから、その精度、ラストパスの精度ってめちゃくちゃ大事だと思うけど、まあ、このね、今みたいにこうやって遊びながらでも精度ってこうやってつけられると思うし、まあ、こういうことをやって、最後のラストパスの精度っていうのを高めていって、なおかつアイディア。いろんなアイデアを出していくと、やっぱりねディフェンダーにとっては全然わからない動きっていうのは、本当にオフェンスにとってはすごい有利だと思うし、ね、パスもこうやってグランダーだけじゃないよ、少しこうやってふんわりとしたボールも、相手にとっては嫌なんだよっていうことをね、みんな覚えてくれてどんどん試合で使ってくればと思うんで、頑張って、ね、このねイニエスタみたいな遊び玉っていうのを、習得していきましょう。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。